眠いんですか。いやそうね、今日風呂入ったから、でもうん、風呂っていうかシャワー浴びると眠くなるじゃん人間。もうさっきまでもうびっちょびちょだったやっぱね、37度の中人間3時間歩いちゃいけないですね。びっちょびちょ、うん、もうひどいですよ。びっちょびちょで、まあ、あと普段こうやって引きこもってみんなと話してるだけだから、日光に弱いのさ、うん溶けるかと思ってる。まあでも今日そうですね、正直その37度の炎天下の中3時間歩いてびっちょびちょになったんだけど、あれですね、スターバックスみたいな、ちゃんと言うとレモンスムージーっていうのをね、途中で売店があったから買って、あスムージーってやっぱねちょっと評価っていうか、まあ、凍ってるからうまいんですわ、うまうまと思ってそれ飲んで頑張るべって街を散策してたの。うん、ちょっと木々がね茂っているような場所にちょっと入ったの。まあ、ちょっと森っぽい。びっくりしましたね。ストローが刺さってるタイプなんですけど、カブトムシが飛んできて、ストローに止まりましたね。いやー、ストローに止まって、ちょっと、レモンスムージーはそれで終わりました。都内、いるんだね。カブトムシ。そう、いた。あ、普通の茶色いやつ、オス。やば。いや、確かに、あの辺の森林地帯、蜂注意とか書いてあったの。蜂注意とか、蜂に注意してたら、カブトムシ止まってきて。一瞬だから、はぁ、蜂かもと、みたいな。カブトムシ。あ、カブトムシだ。まあ、多分、レモンスムージーがいい匂いだったんだろうね、相当。いやー、嫌でしたね。いや、カブトムシでした。どう見ても、カブトムシ。え？ゴキブリ？いや、え？いや、いい。私の脳内では今、カブトムシ。カブトムシで。それで行こう。それで。いや、でも、ちょ、面白かった。うん。どうやらそこね、カブトムシの穴場だったらしくて、ちょっとよくわかんないんだけど、YouTuber いたね。YouTuber いて。私はわーってやって、あ、いたぞいたぞとか言って、なんか、二人組の男性の YouTuber さんですね、あれ。カメラ持って、なんか、撮ってましたけど。嫌ですね。なんていう確率なんだ。私、ただ謎解きに作りに行っただけなのに、なんかよくわかんない男二人の、ロン毛の人と、ちょっとなんかホストっぽい男とね、もう一人なんか、ギジマユの野球部にいそうな男、あと、ちょっとわかんない。YouTuber っぽい感じだった。撮ってたカブトムシ。昆虫系 YouTuber かなって思いながら、ちょっと検品逃げてきちゃった。気にせず飲む。さすがに飲めなかったな、あれ。ちょっと、カブトムシとの間接キスはちょっと、検品にはレベルが高かったですね。ちょっと。人間でさえちょっとねえ、レベルが高いのに、やっぱりこう、一種、異なる種と間接キスというのはちょっとやはりねえ、まあちょっと私には厳しかった。うん、いや虫ね、ビビりましたね。あ、ポンちゃん、ポンちゃんは可愛いからできる。ポンちゃんとはチューできるけど、犬な。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。